今回は、浅井長政が織田信長を裏切るお話なのですが、その裏切りの理由は、判明していません。そのため、今回のアニメは、うく主独自の説に沿って作成しました。なぜ、そんなアニメにしたのかは、終盤の考察にてお話しいたします。では、始めさせていただきます。織田信長は、若さの国の武藤氏を攻めると公言して出征した後、矛先を変更して、越前の国の朝倉氏を攻撃し、一条谷まで攻め込んだ。なんたることを。まずい、このままでは。このまま行けば、一条谷城も落とせるかもしれぬの。されど、一つ気になることが。何であろう、徳川家康殿。近江の浅井長政殿の姿がないように思えますが、いかがされたのであろう。この戦は、三河の私、家康や、大和の松永久秀殿まで動員されておるにもかかわらず、長政殿にはあえて今回は召集をかけなんだ。なんと朝倉氏と浅井氏は少なからぬ縁があるようじゃったでの。同盟的な強固な結びつきかは知らぬが、六角氏と浅井氏が戦った時に朝倉氏の支援があったとする説もあり、朝倉氏を攻撃することに反対されるかもしれなんだでの。裏切ったりせぬでしょうか。長政殿がか、そんな懸念は無用であろう。わしの妹のお市を嫁にも出しておるし、ならば良いのですが。大事にございまする。浅井長政殿が戦支度をしておりまする。攻撃目標は我らかと。なんと虚説たるべし。時をしばらく遡りまして、遠藤直常お呼びにより参上しました。何用で。わしは信長殿を攻めることとしたが、そなたはどう思うか。朝倉氏を助ける目的ならば賛成です。信長殿の背後をつける今ならば、戦に勝ち、必ずや朝倉氏を助けることができましょう。うむ。ですが、恨みを晴らすなど、殿の支援から信長殿を討つためとならば、反対いたしまする。何故じゃ。確実に信長を討てるわけではないからです。確実に信長殿を討つのであれば、永禄の変や本能寺の変などのように屋敷を囲んで絶対にターゲットに逃げられぬようにしなければなりませぬ。いつでも自由にどこにでも逃げられる戦場において敵の大将を討つことは至難の業です。戦に勝てるからといって敵の大将を撃てるわけではありませぬ。むしろ勝ちが確実であるほど敵将の逃走時期は早くなるので、逃げられる可能性は高いとも言えましょう。我らが勝ちを確実視しているとなれば、この方を聞いた信長殿も直ちに負けを自覚するでしょう。
となれば遅かれ早かれ逃げることになりまする。その判断が遅ければ撃てるかもしれませんが、早ければ撃てぬでしょう。何しろ琵琶湖の西岸に我らの部隊はおりませぬゆえ、ここを逃げられれば信長を撃つことはできぬでしょう。つまり今信長殿を攻める策は確実に信長を撃てる策ではないので、愚策というほかありません。確実に信長殿を撃つのであれば、朝倉氏を滅ぼし凱旋する帰路において牢をねぎらいたいなどと申して小谷城に呼び、城内にて暗殺すればよいでしょう。これならば確実に撃つことできましょう。そうじゃの。じゃが朝倉氏を助けるには今信長殿を攻めるしかない。今の浅井氏は朝倉氏と経済的に深いつながりを持つようになった。例えばわしは国ともに鉄砲鍛冶の村を作り、ここで大量の鉄砲を作らせておる。鉄砲に必要となるさまざまな材料、特に硝石という火薬の材料は海外から朝倉領を介して我らに届けられておる。そして硝石以外のさまざまな海産物などの取引も盛んになっておる。もし朝倉氏が撃たれれば、我が浅井の経済的損失は計り知れぬ。それならば、それがしも賛成いたしまする。が、この戦いの後はいかがなりましょう。難しいの。守備よく信長殿を撃てれば、後釜的に足利義明様側に残れようが、撃てなければ反義明様側となるかもしれぬ。いずれにしても状況次第というほかはないの。さようでしょうな。難しい状況となるお覚悟があればよろしいかと。うん、承知しておる。では戦支度を始めまする。うむ、頼む。お市よ、すまぬが信長殿を攻めることとなった。なんと、ご考え直しくだされ。やむを得ぬことじゃ、許せ。浅井長政は信長を裏切る決断をした。大事にござりまする。浅井長政殿、裏切ったようです。度重なる裏切りの知らせに信長も長政の裏切りを信じるほかなくなった。長政が裏切ったとなればこの戦に勝ち目はない。すぐさま撤退いたす。なればしんがりはこの秀吉にお任せよ。秀吉か、よかろう。が、徳川家康殿と明智光秀殿にもご詰めをお願いしたい。承知。他の者たちはここに逃げよ。今ならば琵琶湖の西岸を行けば京都まで逃げられようぞ。はっ。わしも直ちに逃げる。松永久秀殿も共に逃げましょう。急がれよ。はっ。この撤退の模様は次回のお話とさせていただいて、ここからは浅井長政が裏切った理由について考察します。今回、ウプ主は長政の裏切りの理由を、
朝倉氏との経済的なつながり、としましたが、これは想像で、経済的つながりを証明する資料などがあったわけではありません。現状、長政の裏切りの理由をすっきりと説明できる説がないので、強引にひねり出してきた説です。では、他にどのような説があるのかと言いますと、奥主調べでは、ざっくりと次の3タイプがあるようです。1、足利義明、黒幕説。2、怨恨説。3、浅井氏と朝倉氏、仲良し説。これらの説について、奥主的に考察していきます。まず、1の足利義明、黒幕説ですが、義明が信長と決裂するのは、もっと後の話で、この頃、1570年頃は、まだ仲良くしていたようですから、この説の可能性は低いと考えました。次に2の怨恨説ですが、これは BS11 などが主張している説ですが、これも可能性は低いと考えます。理由は、実際に信長に逃げられているからです。怨恨であれば、本能寺の変の明智光秀のように、必ず撃てる状況にするでしょう。BS11 では、浅井長政が優秀だったため、光秀のようにこき使われて、働かされ、裏切ったというのですが、この頃の信長は、お市を嫁に出したり、自ら城を訪れたりと、長政に対して、丁重に応対している感があります。さらには、今回の越前出兵においても、長政は動員されていませんから、こき使われるどころか、特別優遇されていた感すらあります。信長が光秀の上司になるのは、この戦の後ですし、妹を嫁に出してまで、協力を仰いだ長政を、この頃の信長がこき使えたとは到底考えられません。信長は、親切にしていた長政に裏切られたことで、性格が変わり、人間不信となったとする説すらあるぐらいです。この頃の信長は、義明に例の殿中おもきてを認めさせた4ヶ月後で、まだ、独裁政治とは程遠い状況だったはずです。これから、こき使うというならいざ知らず、これまでこき使ってきたという説は信じられません。しかも、BS11 は、何一つ長政が、こき使われていたという証拠を示すことなく、怨恨説を主張しています。ちょっとありえないなと奥主には思われました。BS11、浅井長政、偉人、素顔の履歴書、などで検索すると動画が見つかりますから、興味を持たれましたら、ご覧ください。長政が信長をどのように思っていたかはわかりませんが、優秀な長政が信長を討ちたいと考えたならば、本能寺の変のように、確実な方法を採用するでしょうから、信長に逃げられている事実から考えて、怨恨説の可能性は低いと思われます。そして、最後の3の、浅井氏と朝倉氏、仲良し説ですが、従来説で、浅井氏と朝倉氏が同盟していた説があったのですが、同盟を示す資料は現状ではないようです。そのため、現在では否定されたりする説でもありますが、別に同盟の証拠などなくても、浅井氏が朝倉氏を助けるために、出兵する理由はいろいろと考えられます。例えば、奥主が今回のアニメで紹介した、経済的な結びつきがあったとする説がそれです。越前から琵琶湖、そして京都への輸送ルートが重要なことは昔から知られていて、応仁の乱の時には、越前をしばしから朝倉氏が奪って、この輸送ルートを抑えたため、戦況が変わったとする資料が残っているぐらいです。となれば、このルート上にある朝倉氏と浅井氏が、経済的に結びついた可能性は高いと奥主は考えました。しかも浅井氏は、国ともに鉄砲製造のための村を築いて、産業にもしていました。鉄砲に使う火薬の材料の硝石は、当時の日本ではほとんど作ることはできなかったため、海外からの輸入に頼るほかありませんでした。そんな鉄砲を、国ともで製造していた浅井氏は、硝石の輸入ルートを持っていたことになり、そのルートは、北の朝倉氏を介しての海上ルートと考えるべきでしょう。南の琵琶湖から淀川に出て、瀬戸内海に出るルートは六角氏をはじめ、あまりにも多くの敵がいますから。こうした強い経済的な結びつきがある状況で、信長に朝倉を滅ぼされたら、たまったものではありません。ですから、長政は信長を裏切ったのだと思います。
信長に逃げられる可能性があったにもかかわらずに裏切ったのは、長政にとって朝倉氏を助けることが最優先だったためとしか考えられません。ですから、ウプヌシは ③ の説で、経済的な結びつきがあった説をアニメにしました。実は、この長政の状況は、今の日本の状況と似ていると、ウプヌシは思いました。長政の近江の国を日本とし、義景の越前の国を台湾とし、漱石を石油とし、信長を中国としてみてください。越前の国を信長に落とされたら、越前ルートから漱石が手に入らなくなる長政と、台湾を中国に落とされたら、シーレーンから石油が手に入らなくなる日本。両方とも、経済が大打撃を受けるところが同じです。浅井長政は、信長を裏切ることで、この経済危機を回避しようとしたと思われますが、今の日本は、もしも台湾を攻められた時にどうするでしょう？前回は、台湾どころか日本が攻められる恐れがあると言いましたが、本当に台湾が攻められた時に、日本はどうするかも考えなければならないでしょう。長政のように動くのでしょうか？それとも傍観でしょうか？いずれにしても、台湾と日本の間には、同盟関係はおろか、正式な国交すらありません。そうした関係でも、経済的な結びつきがあれば、助ける助けないの議論になるのです。浅井氏と朝倉氏に経済的な結びつきがあれば、同盟の有無に関わらず、長政が裏切る理由となりそうです。ウプヌシはそう考えて、このアニメを作成しました。次回は、窮地に陥った信長の脱出劇を描く予定です。